写真で撮ろう。はい、チーズ。ナイス写真。もういいです。もう私はいいです。逃がしてください。私はもういいんです。逃がしてください。逃がしてください。お願いします。登ってください、これ。この木に登ってください。そうもいかんのか。木にすぐ登れるわけじゃないんか。1個取った、1個取った。セーブして。なんなん、死んでなんぼみたいなとる。はいはい、大丈夫大丈夫、セーブしたから、セーブしたから、セーブしたから多分9個になってるはずだ。うん、ちゃんと9個になってるはず。セーブしましたもん。あれ増えてないな。もともと8個やったっけ。いった、ついよ。ついよ、瞬殺やねんけど、やめてほしい。そういうシステムやめてほしい。ちゃうねんな、ど真ん中スタートやめてほしいねんな。ほら、だからそうなるって。いや、だからそうなるやん。それは分かってるやん。だからど真ん中スタートやめてほしいねんって。姿を見ずして死んでってるからね、さっきから。それはど真ん中からスタートしたらそうなりますやん。いや、なんかなんでど真ん中な？ほら、だからそうなるって分かってるやん。積んだか。もう積んだんか、俺は。俺はもう積んだんか。待ってよ、ライネルちゃん。これはしんどいよ。これはしんどいですよと。これでもいいか。ちょっとレベル1でもいいか、体勢つけとかんと。うわ、そうなんだ、そうなるって。さ、そうなるって。うん、ゲロまず。ゲロ馬料理。逃がして。私を逃がして。OK。空中で1個取った。私を逃がして。こういう木に刺さってるやつをどんどん取ってきゃいいなね。めっちゃ刺してるやん。自分めっちゃ刺してるやん、ここ。この木に何があったんや。な、これ。ゾーラの戦士、貯水湖へ飛び込み、その勇気を示せ。これか。あ、てか写真撮ったことなってる？写真はどこで見るんだ。アルバム、アルバム。いや、違う違う。あ、撮れてる撮れてる。オッケーオッケー。これでミッションは完成ね。で、今14。とりあえずここでセーブすれば、あの、ど真ん中からスタートはないやろ。今14ね。あれ、ライネルね。バレてる？バレてない、バレてない。バレてないということにしよう。都合よく、都合よくそう解釈しておこう。逃げた方がええでか、もうきつね。きつね。きつね、逃げた方がいいぞ、それ。しか、それを取れ。取って。それ刺さってんじゃん、刺さってんじゃん。刺さってんじゃん、それ。刺さってんじゃん、それ。鳥になって、鳥になって。鳥になって。うん。おとりになってって。これは刺さってる？
めっちゃ刺さってるやん。逃げた方がいい。今一旦逃げた方がいい。なんかハテナマーク出とったような気がする。はい、ヘリにいて。あ、あれなんや。お、ほこら発見。ほこら発見。はい。あれでも、マップの外やな。塔の別のエリアやな。この木刺さってない。刺さっててよ。あ、エレキガード消えるよ。俺のエレキガードも消えるよ。OK。20個は達成したみたい。ついでだからもうちょい。取れる分だけ取っとこう。あいつようわからんな、命中率。あいつようわからんわ、命中率、ほんまに。めっちゃ気に刺さるのね。めっちゃ気に刺さるくせに、リンクさん見つけたらすごい命中率上がんね。さっきわからんわ。ライネル半端ないねん、つって。ライネル半端ない、つって。言うといてや、できるんやったら言うといてや、っていうやつ。ライネル半端ねえつって。で、あ、これもう真珠やん。あれ、俺、ゾーラの里に戻りたいんやけど。真珠が見えちゃって。あ、もうこれあれなんや。もう真珠なんや。えか、もうミッション一旦無視して、もうここ行こうか。わかったわかった。ミニチャレンジは一旦無視や。もう真珠のとこ行こう。で、こっちかな。どこや。ピンが立ってる位置はどこだ。そこの橋か。ここか。開いた。あ、痛い。痛かったか。あ、痛かったか。ちょっと距離感わからなかった。高さの距離感がわからなかった。おいし、やってきた。東の貯水湖。寝れんの、ここで。朝まで寝ようぜ。よし、回復しました。お、宝箱もあるよ。騎士の盾。どれ捨てましょうかね。ボコ盾か。よし、騎士の盾。よし。あ、ここにいるのか。もう、矢は、電気の矢装備してても良さそうやな。あれ、20本しかないな。もうちょい手に入れてたはずやけど。まあいいわ。とりあえず20本でいいわ。20本ありゃいいだろ。俺は打ち損じないから。必ず一矢報いる。おお、来たな、リンク。待ちわびていたぞ。いちいちキザやな。ゾーラの鎧と電気の矢の準備はできたか？グッジョブだ。さすがリンク。さあ、水の真珠を沈めに行くぞ。それ。
水の神獣の背中を見てくれ。ピンクに光る装置が見えるだろ？あれを電気の矢でいるんだ。君にはゾーラの鎧に宿る滝登りの力がある。俺が君を神獣のそばまで連れていく。そこに、そこの滝から飛び込ん、飛んで狙うんだぞ。君ならやれる。俺は信じてるぞ。さあ俺の背中に乗って。いい返事だぞ。さあよし来い。水の中なら誰にも負けんぞ。ルッタがこちらに反応している。一旦離れて攻め入る隙を伺うぞ。俺は全力で突っ走る。チャンスと見たらルッタの滝に突っ込むぞ。神獣バルッタは古代の不思議な力を使ってくる。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。対処は君に任せたぞ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、写真撮っちゃうから俺。違う、これこれだね。違う、A だ。ボタンを間違う。ボタンをシンプルに間違っていってる。こうね。よいしょ、はい。あるぞ。あるよ、つって。あるよ。登ったんやね。登って。登るチャンスがあんのに登るチャンスがそこにあるというのに。はい。でここを撃つ。よし、これで一個止まった。よし、で俺は氷を潰す。シューティングゲームやな、完全に。シューティングゲームやないかい。よし、電気の矢は頼むぞ。おお、わかした。まあ、わかったもう日本語は不自由になってきてるよねおうち登れ。もうちょい降りていた方がいいんかな。あれ、構えて。よし、溺れる、待って。うん、早く助けてほしい溺れるからね、私は。うわ、やばい。よし、近づいて。あと2つだと思われる。よし、いけ、こら。よし、溺れるから早く。うん、よし。これそっちの心配、そっちの方が心配な。溺れるぞと。私を放っておくと溺れるぞと。私を溺れさせないでという気持ちがいっぱいです。違うな。氷を作っちゃうね。氷を砕こうと思ったら。よし、危ない。よし、ずれた。難しいんだよね、これ。壊すボタンが A ボタンなんだよね。で、標準が R スティックなんだよ。それが難しい。A ボタンを押す間にずれるっていうね、標準が。来てる、危ない。何このヤブサメみたいなやつほんまヤブサメみたい。でもこれ直してるよね。これも言ってる。あの、お前の誘導がおかしいねんて。お前の誘導がおかしいねんて。これ行かなあかんの？ここじゃないんだもん。こっちなんだよ、こっち側。よし、行こう。これで全部止めたか。
おお、最高だぞ。やっぱ俺には4発でよかったわ。20本もいらんかったわ。ライネル無駄やで。ライネル使い損やで、ほんと。よし、雨が止んだ。ようやくです。見ろ、リンク。ルッタの放水が弱くなったぞ。ルッタが浮上するぞ。君の目的は中に入ることだろう。そばまで寄せるぞ。うまくやってきてくれ。リンク、ありがとう。おかげで神獣の放水は止まったぞ。けど、君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろう。幸運を祈っている。ゾーラの里でまた会おう。待ってるぞ。おお、真鍮って飛べんねや。どこ行くんやこれ。飛んで、リンク、君は最高だ。お前もな。で、これ行くことになったけど、どうやって行くの？中身はどうなってんの？この中はどうなってんすか？そうか、これでいつでも来れるようにはなったんか。なるほど。まあ、とりあえずバルッタの攻略は別に急がなくてもいいってことか。ワープ地点登録したから。無事だったんだね。お、私思ってた、いつかあなたがここに来てくれるかも。ガノンに乗っ取られたこのルッタを取り戻しに来たんだよね。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れて。あれか。あれがマップの情報が入った誘導石。あそこまで行って。体力ないのに。致命的やね。体力ないね。何で回復しよう。あ、焼きバスでいいや。焼きバス食べます。まだなんやこれ。やったか。潜入です。あれもガーディアン。やばいな、ガーディアンもんや。おな、いい盾でよかった。古代のバネ。あれを狙えばいいんか。すごい簡単。構造すごい簡単。びっくりした。構造。あ、そっか。でもこれがいけたとてか。これ持ち上げるやつ。持ち上げんと意味ないのか。なるほど。どうやったら扉が開くんでしょう。なんもないよね、この下。いや、あるよ。これじゃない。
打って。なんだろう、古代のバネでした。表段とちゃいました。なんこうか、すごいむずいすごいむずい。ビタロックかなと思ったけど、そうじゃなかったね。まさかマグネキャッチとは思わなかった。これで開くんじゃないの。シーカーストーンを確認しました。ちょっと待って、制御端末って何すかちょっと待って、制御端末って何すか。その話聞いてないです。ちょっとミファさんちょっとミファさん聞いてる話だけを言って。まだそれ話聞いてないが、その制御端末という単語は何ですか。制御端末とは一体何ですかというところから始まってますよ、私は。そもそも。というか、そもそも、あのマップの部屋にどうやって行くんですか。マップがあるであろう部屋にどうやって入るんですか、ここに。私もマップが欲しいんです。お、シーカーソン。起動していない制御端末があるため、このメイン制御装置はまだ起動できません。これがメイン制御装置なんや。ちょっとミファさん喋れるんでしょ。教えてよ、そのシステム。教えといてよ、制御システムの話を。これどうやって開けんのやろ、わかんねえわ。無視するか。開け方がわからん。うまい。よし、押し切った。押し切ってやったぞ。ガーディアンナイフが多分20なんだよね。斧もいらんか。何なんだろう。どうやったらマップを
どうやったら私のマップを、マイマップを。これあれか、爆弾か。爆弾じゃないかなと思っとるわけです。だ。違うか。あんま食らってるかんないな。あれか、これ関係ないね。あ、変ないよ、もう食われそうな。もったいない電気の矢が。そういうことね。なあ、これ、これはどうやって回すんやろね。ビタロックはこれ効く？違う、間違えた。ビタロック効くね、これ。ビタロック効くということは、これ止めて殴り続けよう。殴って、あ、殴るもんがない殴るもんがなくなっていた。動かない。動くんじゃないのこれ。ビタロックってそういうもんじゃないの。あれ、遠い昔にやったから忘れてる。動かん。そういうことじゃないの？使うことは分かったの。こっち向きだったらいけるとか。めっちゃ剣壊れるやん。ん？あっちに飛んでいく。これがそっちに飛んでいって、いや、それが何だというのです分からんな。これを回すわけじゃないんか。これもしかしての、これビタロック、こっちに加えてもやな。上に押し上げなかもんね。ちょっと上がった。いや、ちょっと、ペリペペリペペンじゃねえわ。上がってないがな。
そっか、わかったわかった、こいつじゃねえわ、アイスベーカーやん。んだよ、簡単なことじゃないか。なんかあの上の歯車ばっか気になってさ、なんかそれ使うんやろうなと思った。普通に押し上げて上がるタイプかよ。なんかあの扉を上げるスイッチがあるんだろうとか思っちゃったよ。お、心中操作が使えるようになりました。心中のマップを手に入れたのね。はい、手に入れました。マップをよく見て、光っている印が心中バルッタを制御する端末。バルッタでいい、バルッタじゃない、ルッタを取り戻すためにはラ・フランス的な感じじゃない、全部起動させないといけないの。はい、頑張って。ここでやっと意味がわかるんやん。ここでやっと制御装置の話が意味がわかる。マップの赤いところにある制御装置を動作させればいいんだね。